HI のチャンネルへようこそ。永井和也です。今回はですね、久しぶりにですね、心霊スポットの、企画を考えています。どういうことかと言いますと、ここ最近ね、プロモーションビデオみたいな形で私自身のご紹介してるかと思うんですが、今回はですね、ちょっと気合を入れて、私のね、もともとの心霊スポットへ行った過程において、ちょっと、霊視、遠隔霊視ですね、行っていただきます。どういうことかと言いますと、結構妙
らいの年の男が竹の間からずーっとこっち見てますね。私も目をすらされます。危ないんでね、命が取られてしまう。少しこう攻撃はしてこないで様子を伺っている感じなんです。あと周りを見ると。女性の霊も左側にいます。髪の長い女性の霊はうつむいて、こちらも顔なんですよ。他にはこの時点で大体やめるんですけども、引き継ぎレートを更新したいんで、このまま続行します。そのうつむいた女性の霊も結構危険な感じがします。あ、男の霊が近づいてきました。こっちに近づいてきました。私に来たと思っています。俺は今たまたまここにデート会話し更新しに来た。分かる。今私の上の頭の上にぐるぐる回っています。持ち上げて何かこう呼んでる姿があります。相変わらず男は生首は男なんです。私は練習をしている時に、普通の方であればもうこの時点で取り憑かれて気分悪くなってうずくまっていたんです。私はまあそういった跳ね返す霊を跳ね返す力を持って大丈夫なんですか。ああ、危険ですね。背中に乗ってました。メンガボキャベリロシャのマカゴダラマリハンドマチンバダラマリタヤグ。メンガボキャベリロシャのマカゴダラマリハンドマチンバダラマリタヤグ。信号とね、盛り上がりますね。ここは結構例の巣窟になって人間の立ち入る場所ではないんですよ。まあここの先祖の方の霊が結局もう無縁仏状態ですですので手入れされてないんで、巣窟になっているんですよね。会社が来たんだね。私に取り付いて周りをうごめいています。そういった場所というのはここだけに限らずいくつもありますよね。三人というのは言い訳というのは結局無縁仏になってしまいますと、そういった浮かばれない霊たちがさまよう巣窟の霊の巣窟の霊さんになってしまう。左
側にいたその女性の例ですね。髪が長い白い着物を着た、今でも読んでるんですけど、何でしょうかね、赤子を抱いているようにも見えるんですよ。片手でおいでおいでと赤子を抱きながら、この例がとても恐ろしいです。この飛び回っている生首の中年男性の例は、まあ今年じゃないですけど、ね、ここに立ち入るなっていう感じで、今でも飛び回る。ただそんなに強い例ではない、定義なんです。だからその後ろにいる赤子を抱いたこの女性の例、これがとても危ないですね。引き込もうとしています私。これは普通の人であれば、もう近づいたらダメですね。私はこれ見て分かるんですよ。この女性の例は、赤子を抱いてる、まあ、お乳をあげてるんですけど、赤子を抱きながら、おいでおいでと、何かあったんでしょうね。浮かばれない、つらいことが。赤子を抱いてるんですよ。まあ、もう一番危険です。この女性の例は。私はこれ以上、その竹やぶの間と間に、そこまでは近づけないんですね。そこ近づいてるから、この世界に持ってるんです。私ね、この上に飛び交っている定型例は追い払うことができるんですが、後ろにいる女性の例は、本当に危険です。キャベイロシャのマカボダラマニハンドはジンバラハラバリ